アベプラ金曜を見て、ひろゆきさんも若新さんも好きだったんだけど、過去形。若新さんに対する印象を教えてください。ああ、なんか、スマートというか、なんだろうな。下手打たないっすよね。そのなんか、若者感を出して、その金髪だし、チャラチャラしてるし、携帯見るし、みたいなのがあるんですけど、本当にやっちゃまずいこととか、やっちゃいけないこととかをやらないっていう、その、スマートさがあるんだけど、そのスマートさをあまり出さないようにしてますよね。なんかその、チャランポラン感を出そうとしてるけど、すごいこう、これをやっちゃいけないみたいな、モラルのラインはかなり厳しい人なんじゃないかなと思って見てます。とはいえ、裏でね、不倫しまくって女の人殴ってるかもしれないんで、そうだとしたら僕の人を見る目がなかったということで、はい。男の人殴ってるかもしれないですけどね。はい。というところで、終わりにするにはかなり微妙な話でしたけど、はい。そう、若新さんでまともなことしか言わないですよね。で、言ってることまともなんだけど、その、見た目が普通の、そのなんか真面目そうな大学の先生風だと、多分、あそこまで有名になってないですよ。なんかその、チャラそうな感じだけで言ってることまともっていう、キャラ設定の方がいい。で、実は田舎出身だから田舎のこともわかるみたいな。いや、そのなんか、都会の洗練された人でもないみたいな、うまくね、キャラ設定ができてるんですよね。若新さんっていう人でさ、アベーバプライムとかで、ちょこちょこ共演してました。はい。Thank you.